真っ黒な世界に祝福をグランパンパーのブラックコーヒーチャンネル始めてまいります。はいというわけでですね今回はですねまあ、この、えー、ニューヨークヤンキースの帽子と長谷川麗菜さんの写真ということでだいたい何を話すかまあ、サムネでそもそもねあのもう見て分かっていらっしゃるかもしれませんがあの長谷川麗菜さんのですね始球式の話というかその 話がニュースにあの取り上げられていたわけですよ始球式名場面、元野球少女アイドルの快速球に実況、称賛、素晴らしい投球フォームという話で、まあ今ね、ね甲子園もねプロ野球の方も、えー、まあ試合ができなくて、でまあ、そのあと甲子園の高野連とかの方も開催をしないっていうことに抗議するみたいなそういう話が出てたような感じでね。うん、まあでも 結局のところね、まあこんな状況でですから、なかなか、うん、開催っていうのは難しかったと思うんですが、まあそれも含めてその野球に関する話であのニュースが上がってました。で、まあ、大体この長谷川玲奈さんのね、えっ、ー、とニュースが出た理由というのもね、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて開幕が延期となっているプロ野球、選手、ファンにとってはもどかしい時間が流れているが、こんな時こそ過去の名場面を振り返り、少しばかり気を晴らしてみてはいかがだろう。ここではパーーソナルリーグ tv で公開中の過去に数々の有名人が登場した始球式動画を紹介これを見て少しでもファンの方々心を癒していただければ幸いだという形でどうやらいろんな有名人がね始球式をやった動画というのがまあ紹介されているようですねでその中でちょうどあの長谷川玲奈さんの始球式もねあの公開されているということですあのまあ 16年の始球式で大谷翔平選手を驚かせたっていうのがありましてこちらの方はあは YouTube の動画で実は上がっていましてねもう97万回ぐらい再生されてるんですよね私も実は時々見たりしてますあの、ね、当時の北原理恵キャプテンと2人であの始球式東京ドームでのやつがあってそれでね本当にすごいなって思いました。 解説をしていた方とかねあ、それから観客とかの反応とか、そういったものも全部含めて、あと大谷選手の反応とかも全部含めて、これで一つのドラマになっているなっていうようなやつでね、まあ、それをね、この、えー、紹介してるわけじゃないんですよね、ちょうどこの今見てるニュースサイトの中で、えー、っとね、 まあ、動画は見れるんですが、その動画もあのもちろんキャッチャーには届いてるんですが、ちょっと、ね、外れちゃってるっていう動画だったりもするのでね、まあ、あのよかもしね、あの今後うん、野球をね、えー、来年以降やるってことになったときに、まあ,あの、また始球式に出てもらえるといいななんて思ってますがね。本人もその,そのことはもちろん知らなかったみたいで、あのお父さんからなんかツイッターあ、ツイッターでそもそも長谷川玲奈さんがね、お父さんから、 長谷川玲奈がトレンド入りしてるっていうのをあの送られてきてで何かしたっけみたいな感じのことをねつぶやいていたのでだからまあ多分このね長谷川玲奈さんの動画というかその始球式のことを、まあ、紹介したのも、まあ、そのまあ野球がこういう状況だからそういったのを、まあ、思い出そうっていう感じでやったみたいな感じでね。 コロナの、えー、と緊急事態宣言の解除というのも、まあ、だんだんいろんなところでなされていくと思いますが芸能とかエンタメは多分そんな簡単には、まあ、あの回復しないでしょうし要するにあの甲子園とかも含めてのことだと思うんですけどもエンタメとかスポーツとかは難しいですよねあの結局都市封鎖じゃなかったその緊急事態宣言解除されたとしてあの生活とか普通にできるようになったとはいっても。 その3密が出てしまうようなと、えー、とイベントごとっていうのは避けなきゃいけないっていうのもあると。だからそのライブハウスだったり、野球だったり、まあテーマパークとかもそうなんですかね。あとはまあ握手会なんかも。そう、握手会ビジネスも今後やばいんじゃないかなっていう話をニュースで見ましたけれども、まあ本当にあれなんか3密のね、密の状態になって接触するっていう形が難しくなるでしょうからね。今後のコロナの状況にもよりますけれどもね、本当にどうなるかわからないのでね、うん。 また冬に流行るかもしれないっていうのもあるし、s a r の時みたく、まあ、あわよく、うまくいけばサー r の時みたいに勝手に消えちゃうみたいなことも、まあ、可能性としてゼロじゃないですけど、あんま楽観してるわけにもいかないですからね、しかも大体第2波っていうのが来る可能性もあったりするから、そういうのもあってね、だから野球なんかもね、 まあ、甲子園のね、高野連もね、だから、あの、普通に宣言解除がされたら普通にできると思っていたのかなっていうところ本当にそう思ってんのかはわかんないんですけれど、うん、まあ、だから野球なんかもなかなか行くことができないだろうと。まあ、来年ね、またその、 いろいろと状況が改善されていったときに、また始球式を、ね、あのやってほしいなって思うんですけどね、長谷川怜奈さんに。まあ、あのヒュースタの方の YouTube でも野球に関する話ってのはね、もうしてありますしね、うん、だから野球のアニメの声優もやってほしいし、始球式でね、あの投げてもほしいしね、いろんなことやってほしいと。 だからまあ、結構ね、長谷川玲奈さん、あの声優になってから知ったって人も、ここ最近は結構増えてるような印象を受けます。あの踊ってみた動画、あのヒュースタの YouTube でね、やってましたが、そちらも結構再生数がいってるんですが、そちらの方のコメント欄を見ても、あのアイドル時代は知らないんでってみたいな話をしてる人もいましたね。あのもうさすが元アイドルみたいな、そういう感じのことをね、あの書いてました。まあ、多分そのアニメとか声優さんが好きで、あのそこで長谷川玲奈さんにたどり着いた人 ななんだろうなと、まあ、そういう人がねちゃんといるっていうのは私としても嬉しいことですからね、うん、まあ今アニメってのがなかなか撮れないですけどもね、まあ、あのできることからまた始めてもらってねあのロッチ中岡さんのねあの草野球チームになんか入ってもらってキャッチボールとかバッティング練習とかそういうのの練習はできるんじゃないかなって思ったりするのとあとやっぱ野球漫画じゃ野球アニメにね出てほしいなってありますね8月のシンデレラ9と 玉読みでしたっけそんなのもありますけれどもね、8月のシンデレラナインはね、まあ、見ましたよ。玉読みもちょっと見ようかなと思ってますね。野球はわかんないんですけど、まあでも、あの、スポーツ、アニメ、スポーツ漫画はね、まあ、スラムダンクとか好きですけど、うんあの、スポーツ漫画すごく面白いんでね、うん、また見ようかなと思ってますね。はい、そんな感じで、まあ、あのね、マウンドの女神、ね、長谷川玲奈さんが、 注目されてって、また始球式をやってくれたらいいなみたいなまあ、ほぼ脱談みたいな動画でございました。はい、ではこんな感じで失礼いたします、えー、よかったらチャンネル登録お願いいたします。はい。<laughs> はい、ではこの辺で失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、グランパンパースでした。